米陸軍のメデバクが対 HH-60MHH-60M の機内医療用、航空機は、軍のものであるか軍のもの以外のものであるか、また、常時のものであるか臨時のものであるかを問わず、ジュネーブ諸条約及び、ジュネーブ条約第一議定書によって保護される少者、病者、難戦者、医療要員、宗教要員、医療機器または、医療用品の輸送に充てられ、かつ、 紛争当事者の権限のある当局の監督のもとに、ある輸送手段のうち、空路での医療用輸送に使われる航空機である。条約等によっては、衛星航空機等とも呼称されるが、同一のもののため、当項目においては、医療用航空機に統一して呼称する。N2S アンビュランス医療用航空機は、病院船や救急車などと同様、一定の標識を行い、 医療以外の軍事活動を行わないなど、一定の要件を満たすことで、いかなる軍事的攻撃からも保護される特権を持つ。しかし、2015年現在、各国の軍事当局においては、傷病兵を捜索し、輸送するための捜索救難用の航空機を保有する、ところは数多くあるものの、国際法上の医療用航空機の条件を満たす、常設の航空機を保有する国は、 米国など一部を除けば多くはない。日本の自衛隊においても航空救難団など捜索救難業務を担う部隊があるものの使用されているのは一般的な軍用航空機であり医療用航空機として必要な特殊表彰の装備等はしていない。これは医療用航空機はその保護を受けるためには厳しい要件を満たす必要がありその要件が 軍事上の作戦行動に支障をきたす恐れが大きいことが理由として挙げられる。アメリカでは第二次世界大戦中に練習機のボーイングステアマンモデル75の後部座席を撤去し負傷兵を単価ごと乗せられるようにした救急輸送型 N2S アンビュランスを配備していた。またカタリナ飛行艇は海に墜落したパイロットの回収や多数の負傷兵を後方へ送る任務にも 利用されていた。現代では陸軍が医療搬送用として国際法上の必要箇所に赤十字の表記を施した HH-60M を配備している。イギリスでは第二次世界大戦中救護用の航空機を運用しており、それに乗り込む看護師として民間の看護師を割り当てていた。史上初の旅客機の女性客室乗務員であるエレン・チャーチは 陸軍で航空機に搭乗する看護師として働いていた。医療用航空機は、その保護を受けるために、ジュネーブ諸条約及び、ジュネーブ条約第一追加議定書に定める条件を満たさなければならない。以下に、その代表的な義務を記す。これらの条件を満たす必要があるため、特に戦闘捜索救難任務の実施の都合上、常設の医療用航空機の保有を行っている軍、 当局少数派である、ありがとうございます。